大谷翔平が引退後にやりそうなこと、なんだろう？全く想像がつかない。釣りとかゴルフとかやりそうにもないし、エッセイ書いたらバカ嬉しそう。ハムの監督多分やらなさそう。親父の手伝いちゃうの。引退したら時間できるし野球とかやるんちゃう。高校野球の監督。3割50本120打点30盗塁15勝防御率2点台200奪三振。これマジで言ってほしい大統領自由勲章ありうるやろ。プレイングマネージャーは見たい。侍ジャパン終身監督。どっか球団買収してほしい。いくらくらいかかるか知らんけど大谷なら余裕やろ。自分の息子を最強の野球選手にしてくれ。エンゼルスオーナー。畑作業。あまり余る金どうすんだろな何に使うんだろ。親父の手伝い兼ねて岩手のシニアでコーチでもやるんちゃうかな。プライベートが全く見えないんよ。解説とか指導者とかのイメージも湧かない。メジャーで打撃コーチとかしてそう。新庄監督だる投手コーチ大谷打撃コーチ。松井みたいにマイナーのコーチやってそう。監督はやらなそう。38歳結果が出ず引退を考え始める。39歳来年での引退を決意。40歳引退試合ノーヒットノーラン。41歳日本に帰ってくる。42歳から56歳日本にアメリカのシステムを導入。57歳プロ野球界から引退。58歳岩手に帰ってくる。59歳リトルリーグの監督になる。60歳ハワイ旅行。61歳リトルリーグ日本一になる。62歳から64歳岩手の野球工場。65歳メジャー年金3000万円。66歳から69歳世界旅行。70歳から毎日スポーツを続けて元気で明るい生活にする。どこそこ？テクニカ日本の田舎でひっそり暮らしそう。大谷翔平カップはやるやろ。他のスポーツでもやってみたら？ MLB の監督。反抗期。大谷翔平近所の子供たちに野球教えてみた。ゲーム好きやしゲーム会社でも起こすんやないの。MLB コミッショナー。野球。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。